海と日本プロジェクト in 三重県、推進リーダーの松下凪です。暑い日が続いています。こんな日は水辺で遊びたくなっちゃいます。特に海で泳ぐと自然を感じられていいですよね。しかし凪と発見でも取り上げていますが、海で遊ぶ前には備えが必要です。今回はその備えについて聞いていきたいと思います。四日市海上保安部さんでは定期的に管轄の小学校に行って安全講習を行っていると聞いたんですけれども、四日市海上保安部では平成15年頃から水辺で遊ぶ機会が増える夏休みを前に事故救命策等の確保について講習会を実施しております。その講習会ではどのようなことを具体的に教えられているんでしょうか。講習会においてはまず海中転落時の状況を体験してもらうために、普段着ている服を着たままプールに入ってもらい、泳ぎづらい状況を確認してもらっています。その上で事故救命策の確保として空のペットボトルによる浮力の体験をしてもらい、この浮力の重要性、事故救命策の重要性について学習してもらっています。実際にこう服を着たまま海に落ちてしまった場合はどのような点を気をつければいいのでしょうか。まず落ちた場合は洋服により大変泳ぎづらくなっています。ですのでまずは慌てないということでお願いします。逆にこの周りの方というのはそういった方を見つけた場合にはどのようなことをまずすればいいんでしょうか。救助というのは大変難しいものですので、本人自ら救助に行かない、何人かの助けを待って救助する、もしくは救助資機材というものを使って救助してください。これまで海水浴場で保護者が子どもから目を離している隙に子どもがいなくなるという事例が発生しておりますので、子どもについてはなるべく大人と行動する、で特に小さな子どもについては救命胴衣を着用させるといった対策を取っていただきたいと思います。今回はありがとうございました。ありがとうございました。海で何か起こったときは自分自身も冷静に、そして周りの人も冷静に対処することが大事だなと思いました。海と日本プロジェクト in 三重県では海ボスワークショップを開催します。参加してくださった方には素敵なプレゼントも用意してますので、皆さんぜひお越しください。海と日本。